みたいな商品しかなかったよ。よし。おはようございます。ふうちょっと遅れてすみません。手間取ってました。今から体に配信装備を装着するので少々お待ちください。プロペラなんで。おはようございます。よし、おはようございます。これをこっちに。そう、すごい天気いいんですよ。疲労感は足が少しだけ疲労感あるかな。9時でした。まあ9時になるとは思ってたけどな。また接触悪いな。延長オンにしました。ありがとうございます。いや、今日はすごい気持ちいいですね。あったかい。いや、全くそうでしたよ。おはようございます。うん、謎ツイート、わかんないです。あれ、なんでしょうね。こんにちは。寝ぼけてやるにしたって器用すぎますよね。そんな昔 あのツイートピックの URL 貼り付けて。あれか。よし、じゃああとは食料袋。おはようございます。ここに熟睡でしたね。あったかかったです。ベッドも良かったな。ウイルスは iOS には多分、この写真は確か昔投稿したやつです。やっとやっと準備できました。じゃあお世話になりました、はい、どうも。いってらっしゃい。じゃあ行ってきます。忘れ物はさっきチェック、あの部屋をチェック してきました。やった。わあ、北海道も放送してますか。弘前での宿はこれから考えます。いいやった。本当にいい宿だったな。いや、というわけで寝袋はどこで落とすかな。楽しみですね。ちょっと読み上げの接触悪いな、これ。ちょっと待ってください。やった。リアル。リアルって、日野翔平さんもともとリアルでしょ。こうして、なんかオーディオ延長ケーブルか、スピーカーの端子のあたりがちょっとおかしいですね。よいしょ。で、今日はこれから展望台に登ります、最初に。展望台中か、八ヶ峠っていうところ。野宿、弘前野宿、寒いですかね。あ、そっか、GPS から連れてた。現在、自動応答なしです。あれ？あった。青森、ありがとうございます。そう、あの時の、小川原湖っていうところのルートに近いところ通ってるんですよね、昨日。その後、いや、宿に連絡とか特にしてないです。スピーカー、いや、ボリュームじゃないみたいですね。ボリューム調整はちゃんと働いてるんで。おっしょ。乙女の像見に行きますかね。今日は後半下りだけだから。あ、マイクノイズ入ります。ノイズくわ。で、これ昨日夕食の材料を買ったとこ。ん、夕食というか何が大丈夫。昨日いろいろ買い物したとこです。夜9時までやってます。こんなとこなのに。朝は何時からやってるのかな。7時くらいからやってるのかな。今これで行きましたかね。うん、バッチリ眠りました。木村ストアさんですね。ほう、ある意味楽ですね。よく、ありがとうございます。で、もうすぐ右手の方に昨日風呂に入ったところが。早起きではないと思います。ゆっくりしました。旅の日程、明後日の日曜までです。明後日の日曜日の早いうちに新幹線なり何なり乗って帰ることになりますね。昨日の電池切れは、あれ、昨日の電池切れって何の電池切れでしたっけ。もう忘れた。
デジカメ、GoPro、どれだ？ポタファイの電池切れですかね。だったら充電しました。で、今あのモバイルバッテリーに、モバイルバッテリーって言い方いいかな、繋いでるんで。で、ホテル十和田荘っていう、ここが昨日500円でお風呂入ったところなんですけど、すんごいんですよ。なんかこっから見てもそんなにでかく見えないんだけど、むちゃくちゃ広くて、ツアー客の人いっぱいでした。ただまあ昨日たまたま多かったのかもしれないですね。あの風呂を一晩稼働させるのに10万かかるそうですよ。滝とかいっぱいあったんで、滝とか、あと小さい、あの中にも小さい、かなんかなんだっけ、うん、すごいですよここ。外からよりも随分なんか豪華に見えるんですよね。で、土産物屋さんもでかかった。で、秋田県に、あ、これ秋田県境なのか。あ、そうで、ホテル残ってるのここだけなんだそうです。この周辺では他のホテルはもうなくなっちゃったんだそうです。おー、秋田県小坂タウン、小坂町で、あとでこっちの方に向かって、で、左手の山の上に登って、十和田湖見る予定なんですけど、まず乙女の像っていうこの湖のシンボル見に行きますか。裸らしいし、秋田県境、一応こっち行っても秋田県なのかな。うん、最近、え、そうなんですか。それまではあのどっちつかずだったんですか、性別。ちょっとそれはまだ言えない。うお、風が来るとさすがに寒い。日に当たってるととてつもなく気持ちいいんですけどね。いや、裸。気温はですね、15度ぐらいかな。うん、福島の、そういう社会派ネタは私は言えないんですよ。で、あれ？どっち？右手か、乙女の像。ちょっと、恋の時期が、今度またハイシーズンになるんですよね。今、間の、オフシーズンの時期です。あ、全国的に。上はですね、半袖アンダーと半袖ジャージです。で、十和田湖小学校があっちにあって、宴会旅行。宴会。八ヶ峠が、これから登ろうと思っている展望台のところが電波あるかですね。あ、整体師さん、いらっしゃいませ。整体師さんの話題は数日前一遍出ましたけどね。どっちかな。あ、ちょ、紅葉じゃないな、これ。赤い実がなってる。今回北海道はちょっと走ったんですけどね。会社で、社員旅行ってうちの会社ほとんどやらないんですよね。一遍もやったことないな。ここは十和田湖、もうすぐわかります。おはようございます。弘前で宿に泊まるかな。キャンプ1回しかしてないから、もうテント装備がもったいなくて、お金のことはそれほど足りないとかいうことはないんですけどね。社員旅行最近やらなくなったから客少ないって話かな。あ、湖畔社員旅行、昨日なんかコメントであった湖畔荘ってこれかな。うわ、なんかやってないみたいですね。あと、湖畔荘っていう文字列から想像したところとは全然違ってた。湖畔荘っていうから民宿みたいな感じかと思ったら、テント装備、そうですね、そういう手もあるな、確かに。でも、いっぺんにまとめて送った方が安いですからね、会社が。で、ここになんか店があって、ダマコ餅鍋、餅だって、うん、あ、なんで、お、中山半島はどこですかね。いや、半島って海の方には出ないと思います、今回もう。お、七草屋のエビ、ワカサギ甘露煮、いぶり大根、いぶりがっこのことかな。きりたんぽ評判の店。餅って米系のやつなんじゃないですかね、これ。だまこ餅、だまこ餅、団子みたいな感じですかね。ラーメン食べてみて。そんな気軽に食べられないよ。朝ごはん食べた後だし。朝ごはん、ご飯2杯3杯分ぐらい食ったし。おはようございます。で、もうやってんのか。早いな。朝9時にここで。おー。
安らぎ品、民宿1泊2食6300円、まあ普通ですね。私が泊まったとこが極端に安いだけで。チャグチャグうまっこ。カップ麺まだ食べてないです。朝ごはん、朝ごはん、あ、ここもなくなってる。この辺り観光地なんだけど、どんどんなくなってるみたいですね。まあどこも栄えるってわけにはいかないんだろうけど、見てるとなんか寂しくなりますね。ゆっくりする、ゆっくりする。好きなだけゆっくりさせてもらいますよ。いいとこみんな知らないんだよな。いいところ。あ、中規模。メイン観光地なんですよね、この辺り。ん？金がない？え、あ、そうか、霧ダンプ飽きたか。そうですね。もっとゆっくりか。任せとけ。このホテルもやってない。あ、これなんか新しい目の喫茶店兼宿。レイクサイドホテル、シングル4500円。あれ？これなんか看板、昨日見たな、途中で。ひねくれた性格。自己紹介4つ。自己紹介4つ。すげえ、なんか今の。これ以上ないぐらい自己紹介4つでしたね。自己紹介4つっていう文字列を使う最高のシチュエーションだった。ありがとうございます。ん？おしゃれ。お、これは。そちらの気温は？こちらの気温15度ぐらいじゃないかな。ロボさん、ちくらんでいきくらいですぞ。ちくらん1、あんまり。あまり静かな感じで。あ、バラ焼き、ここにもある。十和田バラ焼き。ん？神社？さっきのあの岩があって、なんか中入れなかったですね。で、乙女の像はあっちらしい。今のたっちゃんかな。何たつおだっけ。梅宮たつお。決めます。こっちの店はだいたいまだ生きてますね。生きてる、死んでるって言い方は失礼なんだろうけど。整備された。その世代がまた変わるとダメってことですかね。おはようございます。湖が見える展望レストラン。人がいない。しかし観光地朝9時からやってるもんですか。しかも平日に。早いな。観察、まあ、今オフシーズンかつ朝ですからね。今日が照ってると大丈夫です。あの、ん？高い。おはようございます。おはようございます。乙女の像に一番近い道、歩いて5分。結構歩いていくのか。おお、あ、今日はちょっと風あり。あ、なんで、自己紹介4つ？自己紹介4つ？昨日の夜。ちょっとじゃあポトハイ持っていきます。遊覧船はちょっと今日は乗らないで行こうかなと。よっと、ちょっと待った、この下のシートがずれて。よっと、よし。スワンあった。あ、あった。スワンボートありますね。じゃあポタファイ持って、あと GPS も持って。おお、天気いいですね。うお、綺麗。なんか白いよ。これなんかどうですか。こういう景色とか綺麗。水綺麗ですね。おお。こんな水綺麗なのか。田沢湖なんかあの湖のが酸性でしたっけ、あれ。だもんで。そもそも生物があんまり住むのに適さないところっていうのがあったと思うんだけど、ここはどうなんですかね。冷たいんでしょうね。うん、カルデラ湖みたいですね。私は昨日初めて知りました。観光船も稼働してる。遊覧船か。じゃあちょっと行ってみましょうかね。荒くて、そう。
あ、これちょっとウィンドブレーカー羽織ってきた方がよかったかな。するね。水深深いところで300何十メートルって話ですよ、コメントによれば。私コメントの言うことを鵜呑みにしてますけど、うん、紅葉の、そうですね、ゴムボートはないっぽいなって。観光客の人がいっぱい来た。昨日あそこのホテルに泊まってた人ですかな。よっ、300何十メートルって、これの深さなんですよね、昨日コメントにあったの。体って深いもんなんですかね。あの小島は渡る道はないですね。あと、うん、あ、第3位。やだ。島取り付く場所がないですよ。社はなんか立ててあるんだけど。と？カポ向こうにいますね。ん？この水ですか。やっぱり山水が溜まってるだけなんじゃないかな。火山の噴火口が、ああ、なるほど。おお。よっと。得点おめでとうございます。あ、そんな冷たくない。おう。そんなに冷たくないな。細かく、あ、画質やってみましょうか。FMLE を止めて。動きはすごい荒くなるんですけど、映像は綺麗になると思います。じゃあ一旦止めますね。シンプってないです。こんにちは。明日80ぐらいで。どうかな。画質上がりましたかね。転送速度は大丈夫かな。水標高400、あ、そんなもんですかね。こんなん。画質はそんなに変わりますかね、これで。あ、そんなに画質違います。あ、じゃあ FMLE はところどころで切り替えた方がいいのかな。おはようございます。そんなに違うかな。のめ、どうだろう。昨日より、そうなんですよねそうなんですよね。うん、寄せ植えって、私日本語よく知らないので、ちょっとこれパノラマ撮らさせてもらいます。方向は間違えたり、下じゃなくて、左かな。今朝天気バッチリですね。昨日と全く違うな。まあ、この天気はいつまで持つかですけど。ゾウはもうちょっと歩いてたところだと思います。よし、取れたかな。昭和の、でも建物なんか結構新しかったですね。じゃあ、あれどこに沈んでたんでしたっけ。少ない少ない、おめでたくない。秋、うん、空気は本当に秋ですね。じゃあ、裸の像を見に行きましょうか。あの辺りの観光地のですかね。お、いらっしゃいませ。これです。日陰寒いな。歩いて5分って書いてありました。放流らしいですよ。あそこトイレありますね。ゾウは多分
紅葉でしょうね。あと1ヶ月ぐらいだと思います。1ヶ月か半月か。その社会人、もう社会人ですね。社会人になってちょっと経ってます。はかカルデラ、ん、画像、いや動いてると思いますけど、転送速度は十分出てますね。寒っ。ランキングそこまでちょっと言うのもあれかもしれないですけど、でも番組タイトルとは関係なく来る人っていうのもいるでしょうからね。おはようございます。ん、立ってます、立ってますね。ちょっと20、うん、面白いか。2の寒い。ウィンドブレーカー売れか羽織ってくれよかった。もうここまで歩いてきたから戻れんけど。おはようございます。うん、寒い寒い。80年代、うん、十和田湖って、私は十和田湖はそもそもどういうとこか全然知らなかったんで、よく言いましたっけ。あ、うん、風邪ひかないように 日に当たってれば大丈夫なんですよ。前の席が空いてる。あ、今記念撮影中か。ちょっと待ちますかね。お、松の木と、もう一個これなんだろう。乙女の像、向こうの方に見えてます。裸の像が。観光客の人たちが今から記念撮影するみたいです。あ、うん、いや、そう、向こう側か。おはようございます。うん、これ多分あのツアーで来てる人たちだろうと思いますよ。うわー、うん、確かにあの2人のオツが、おいらつきり曇ってたんでもったいなかったんですけど、それでも綺麗でした。グレー、あー綺麗。でもキラキラとかどうですかね。まあ、肉眼で見てる私の方が100倍ぐらい綺麗に見えてるわけですけどね。もうちょっとパノラマ撮っとこう。せーの、晴れてよかったです。これ曇ってたら相当寒いですよ。一部、あー、やっぱり出っ張ってるやつ、あ、これが邪魔になってるんですね。全体見渡すの、見渡す展望台というか、あの八ヶ峠ってところにこれから登ります。標高差200ぐらい登るんですけどね。富山、北海道は何日、4日間走ったんですかね。9日中の4日間あそこで走ってきました。体幹訓練。八甲田山のすぐ近くですよね、ここ。すぐっていうか、八甲田山がすぐ北側ですよね。あの、雪の新聞の歌のあれですよね。お湯がなーい。行く、私は行くできないです。おー。やっぱり、60代、70まで行ったらちょっと動くのきついのかな。もう一度様でございましたってすごいな。はい、うん、今パノラマ撮影しました。すごいな今の。もう一度ございましたってそう言われると振り向かず、あの、みんな注目せざるを得ないですね。はい、水さっき触りました。そんな冷たくないですね。今のあのカメラ構えてる人の声でした。カメラマンというか、あの人はカメラマン兼いろんなスタッフなのかな。で、カイトさんが今解説してますね。
あ、店の説明か。磯本さんの、いや、もうちょっとあの普通の喋り方っぽい言い方なんですけどね。ああ、日に当たってると気持ちいい。屈指の、え、そうなんですか。そんなにでかいところここ。でもホテルがもう1個しか残ってないって話ですよ。どっちだっけ。秋田県側？青森県側？また芋が消えたか。今手元にあるんで、また復帰させます。10分おきぐらいですかね、今ここ消えてんの。なんでなんだろう。シルエットが、何が？よしよし、もういいや。ん？アンドロイドが、ああどうだろう。いやでもオンにはなってますよずっと。GPS は勝手に止まったりするのかな。GPS が省電力で勝手にオフになったり。GPS 受信だけだからそんなに。白。耳。ちょっと足かけるけど、口。うん、今出しました。これどっちから取るのがいいんだろう。向かい合わせになってるから。でもタイトルが書いてあるのは、いや両どっちも書いてない。うん、ウルスタジオそうかも。でも同じようなことやってますからね。ビフォア。走る走る。みんな記念撮影してますね。まだちょっとかかるな。横から、今日の当たる方からやるときはとりあえず間違いないですよね。日陰さも。骨盤。あ、ここからのがいいな。説明プレートないんですよ、なんか。少なくとも3面見た限りでは。残るは一番細いのが向こうの面だけど、そう、半袖短パンなの私ぐらいのもんです。手いっぱいですね。走り？プリンスホテルどうだろう。秋田県側だったか 何側だったかっていうところ、ホテルが残ってるのは1個だけって言われてたんですけどね。十和田湖全体で1軒じゃなくて、なんとかどっちが青森か秋田県どっちかの側が1軒だけ残ってるって話でした。なぜ裸なんですよね。作りました。よっ、あ、その角度でいいですか。はい、どうぞ。まだ終わらないですね。動かないですよ。カシャっていかない。あれ、治療になった。ちょっとお待ちください。あ、今止まりましたね。風寒日陰にいられない。いいやった。うん、もう取りますよ、それはもちろん。あれ、この乙女の像ですかね。見たとこ新しくも古くも見えるな。あ、北海道。よ、北海道のチョスですか。よいしょ。はい、じゃあいいですか。いきますよ。最後のここの面に書いてあった。山中に戦況あり人知らず。ん？あ、何ですか。マコールのお尻丸出し。いや、ないです。テレビ見てなくて最近。前なんかさ、もっと何
この映画読めないな。高村光太郎、そうなんですか。日韓的大町、大町慶月氏は横ここ綺麗にしただけです。綺麗にしただけです。動かしてはないです。綺麗にしただけです。お姉ちゃんも変わってない。これ変わってないです。何の話だ。そんなことないだろう。ここが広くなっただけです。いや一匹だったの、一人だったんだよ。それがね、タツコ像とか他の像です。そう、それは田沢湖ですね。田沢湖のタツコ像です。金色のタツコ像ですね。それは高村光太郎このまま作りましたので。何の何が、なあの一人の人は何つうの。あれタツコ像、タツコ像ですよ。あれは田沢湖と十和田湖は違いますよ。あとタツコ像は金色ですよ。金色の像です。そうです。そうか、俺間違えてきちゃったのじゃ。間違えてきちゃった。偉いとこ見ますって弾けるの。何かおかしいなと思ったんだよな俺。なんじゃそりゃ。面白い。そう、あれは湖の中に立ってます。お姉さん、私はガイドさんでしょ、ね、なんかたくさんもいたほうがないかな。ここは違うよ。ちょっとご立続しようか。ここだと反応だそうに、これは昭和29年だから。乙女の座は昭和28年十和田国立公園して15周年を記念して十和田湖を始めて世に紹介した 文人大町慶月っていうのかな。京月十和田開発に尽力した青森県知事十和田村なんとか市の三種の功績を立てる記念碑として高村光太郎によって制作されました。なるほど。だ、ね、昨日ね、ダメだったの。やった。うん、肛門そうだろうか。十和田湖のジオラマ、え、どこに。まだ先行った方がいいんですかね。横浜から来たのか先の人マジか。でも面白いですよね。あ、そうそう、この辺りのですね、岩が全部こういう、なんていうか割れ方に特徴ある。これもなんか柱状節理の一種なんですかね。変わり者、そう。あっちに、うわ、十和田神社があって、この先にもなんかあるんですかね。いや、道ないな。でも今の勘違いの仕方かなり面白かったですね。パノラマ写真。私船ちょっと。それしても綺麗。恥ずかしいよ。全くです。そうか。あ、何気にか。そうですよ、死に祭ですよ、死に祭。こんな格好してますけどね。水きれいなんですよね。吹き止まりっぽいです。感じる。皆さんそうおっしゃいます。本当水きれいですね。ソレザンもあそこもなんか酸性かなんかでしたっけ。魚いたっけあそこ。さっきまでは道は繋がってないと思うんですけどね。20代ありがとうございます。まあまた騙されやがって。砂浜じゃなくてちょっと砂利というか細かい砂利なんですね。あ、日光が透けて緑色になってる。そのあたり一帯がこの緑色の光が差してる状態なんですよね。お、今度は団体さんじゃない人たちだ。昼寝、日に当たってるとかなり気持ちいいですね、こりゃ。そう、白髪になりつつあります、今。
頭の横のあたりが、へこみ込みのあたりがだいぶ白が増えてきちゃって。ニコ生ならここで泳ぎます。ニコ生、そういう文化嫌いだ。十和田神社徒歩1分、こっちから歩いて帰れるみたいですね。うわ、彼女やぶさかじゃないんですけどね。やぶさか博物館に白があるある。本当に最近白が増えてきちゃって、まだ遠目に見て白髪があるのはわからないんですけどね。どうだろう、多分1メートル、いや2メートルぐらいまで近づいたら白髪があるの見えてしまうと思う。いや2メートル、いや 1.5 メートル。このレビ綺麗ですよね。いや黒はやぶさか。うわ、紅葉じゃないけど、あの葉っぱ、太陽が当たってる葉っぱを裏から見るので見るのって綺麗ですよね。旅でおいらせ、そうなんですよ、下っていこうかな。下って戻るか。まあでもある程度は、あ、自動フォーカスになってた、失礼しました。こうかな、こう下って弘前目指すのもあり。下って弘前、ジェットスキーやってる人いますか。峠越えて下っていくんですけどね、黒い越えて。おいらせはもういいです、実際おいらせもういいかな。あ、そっか、電波ないんだ、そういう、あそこは電波ないから皆さん的には美味しくないですね、下るの。うん、まあでも弘前まで今回行けるので、ここから行けばまあ奥入瀬は10年後とかかな、まだ また行くの。いや先っぽまで行けないと思います。奥入瀬じゃない方も電波ないんでないかい。どうだっけ、いや結構あったと思いますよ、確か調べた。今日は昨日よりは電波がないところは少ない。あれ電源オンにしてなかったっけ。宿からここまでまた GPS ログなしだ。じゃあここで 2,3 分待つ、電源オンになるまで。またかよ、まただよ。もう一回ログ、あ、言われましたっけ、すいません。ログ、いやこれが最高なんですよ。ただハングするのがな、今これオフになったのは多分私の手違いだと思います。朝オンにして、でもオンにしたままじゃなかったっけ。あれおかしいな。10年後どうでしょうね。チェックリスト全くですね。とりあえずあの立子像じゃない像があるところからさ、もう一遍撮ろう。ロボの逆は寒い。寒い。逆はあんまり意識してないと思いますけどね。今乙女の像です。若者いた、若者いましたね。こっからのあの像も撮っておいた。台湾、でも日本人の人が大半みたいでしたけどね。よし GPS 起動した。おかしい、電池切れでもないような、まだまだ昨日フル充電しといたし。あれ撮れてる、あれここまで撮れてる。昨日の外人さんはあまりコミュニケーションを取ろうとしてなかったんで、私からも会釈するだけにしときました。あれ撮れてるじゃないですか。何、どういうこと、なんだよかった。して今しがたハングというか落ちたの初めてでしたね、電源落ちたのは。そうあれですよ、いや最近じゃないですよ、私は昔からあれあれ言ってます。
どういうことだろうこれ。水、いや、これ防水です完全に。そうか。よっと。おはようございます。あ、すいません。読み上げ小さくした。これ戻っていってんのかな。だいぶぐるっと回り込んでるけど。いやボリューム調整役立つな。地図乗ってないクマ。確かこっちにも駐車場とか書いてあったから、さっきのところに戻れるはずだけどな。俺に立てあげましたよ。そうです。おお、学校の門。学校の門が何とどういう質問ですかね。神社、神社。おお。さっきの入れなかった電柱。さっきの。あの岩で塞がれてたってことですかね。どうだろう。車載、これから車載しますんで、まだご勘弁を。中山半島、今これが中山半島ですかね。北京バナ人？ん？せっかくだから見ていくか。星を見る会。これ十和田神社ですかね。あ、結構大きなとこですね。そう、神社が白い幕で光ってるんですね。出た。ワンワン。立派ですね。いろいろ売られてますよ。どうせ聖地でしょ。聖地。へえ。お子さんは誰もいないな。どっかで犬が吠えてる。おお。合格合格。これ学業の神様ですかね。ここは合格祈願の絵馬が多いですね。ヒロ君と結婚できますように。やっぱでかい字で目立ってるのは。階段。ハーレー乗りの嫁ができますように。なるほど。俺がハロワに行きますようにって書いて。階段ってここ。大学合格。階段なのかなこれ。よっ。伝統的な。おっと、こっちから戻れるのか。さっきのとこに野犬に注意。白鳥に心来るのかね。白鳥来るんですか。ここ千場占い場の由来。十和田神社は水神信仰の象徴である。投入力危険。ああ、これ山道が続いてるんですね。こっちの方に。白鳥の飛来時期は最近。
ブレすぎ。おお。山頂へはこの歩道を通りください。山頂か。途中は急なはしごになっていますので十分に注意してください。しかもなんか降りられる方向が限られるみたいなこと書いてあったような。行きません。ワンワン行かない行かない。山道まではちょっと。やった。最近東北は祭りのイメージが強いけど、自然が一番美しいな。天が綺麗ですね。これ映像だとどういう風に見えてるのかな。体力温存しとけ。体力ですね。今日は 200m 級の峠2個登る計算になります。 200-300m 級のやつを。空気の美味しさは私はちょっと分かんないですけど。美味しいです。ここはどこですか。今ここ映ってない。あれまた今ここ消えましたか。眩しい。あ、眩しい。朝は気持ちいいね。行きたい。これは何入れで、今ここはですね、停止開始。やっぱり10分ぐらいしか持たないですね。シダ植物もあって。タスクキラー、いや、そういうのいるんで。何が一つで、今日これから展望台、八ヶ峠っていう外輪山の南側を登ったところにある展望台に行こうと思ってるんで。お、山梨県とかでも見るやつだ、この足場補強型の鳥。千島列島やカムチャツカ行きたいけど道自体ないからな。道、こっち行ったらどこに出るんだろう。参拝はあんましないですね。あれ GPS ロストしてる。なんで？なんかうなってる。あの音は船かな。サテライト。電波は弱い。十和田城。さっきのところに戻るのこっちの道ですね。その道でも行けるよ。この道で大丈夫そうですね。少し歩いたせいかあまり寒くなくなってきた。気持ちがよろしいです。スマホ2つにブブスとポケサイトの音パソコン、パソコン今なんけ。スマホ2つと GPS とポタファイトの音パソコン、イエス。今は秋田県だっけ、青森県だっけ。今県境の近くなんでどっちにいるか今一つわかんないです。こんにちは。綺麗ですね。次は田沢湖ですか。田沢湖は2年3年前かな行きました。あそこすごい坂なんですか。汗かきそうだな。でも急坂だったら 200m とかすぐ登っちゃいますね。あとは戻ってくるから荷物を下に置いておくという手もあるけど、まあそこまでしなくても大丈夫かな。八ヶ峠登って戻ってくる感じですか。戻ってきます。あの展望だけ見て。天気はこの後曇ったりしないよな。まさか八ヶ峠に登ったら曇ったとかシャレならんですよ。現在地自動と同じです。田沢湖です。違う、十和田湖です。いかな、辰小僧のことが頭にちらついて。今十和田湖畔にいます。あれもやってない感じのホテルなのかな。あ、止まってます。本当だ、転送速度が落ちてる。商店街の端っこにあったのか、この神社の鳥居は。それにしても立派にしてあるな。
これは規制かな。早速ポタファイ再起動してみますかね。戻ってきた。今商店街のところまで戻ってきました。観光30分延長しました。止まってるよ。まあ延長今ここは復活しましたかね。朝からやってるなぁ。乙女の文字？乙女の文字。団子系のやつかな。なにわうどん南部そば。もうすぐ自転車のところに戻るので、そこで一旦ポタファイ再起動してみます。これはなんか電波規制されてるような感じがしますね。あとはトイレ行っとこうかな。動いてないらしいです。ふう。歩みがない。ありがとうございます。そう、言われてもどうしようもないんで。じゃあ。ロボさんの影響で青森は電波悪いイメージがついた。峠の展望台の駐車場ドリフトの跡か。なるほど。起動しますと。お互い再起動します。よっと。電波3本立ってるからやっぱ規制かな。あそこにも乙女餅あるな。じゃあちょっとポタファイをまた切り替えて、あったかい。
ヤレスネットワーク接続完了で、リロードいかないな。飽きた。配信開始。戻りました。戻りましたと。始めた。規制かな。規制だったらどうしようもないですね。40ギガ。戻りました。うん。OK。これがまた10分ぐらいで切れるかな。じゃあ次の目的地の墓峠の方に向かいましょうか。綺麗ですよね。神社のとこもなんかすごかったですよ。いいよと。雲のあちこちに雲の影が落ちてますね。あれもいい感じ。おはようございます。おはようございます。あ、綺麗ですね。外国みたい。外国。紅葉まだですね。赤い実がなってる木はあるけど、葉っぱが赤くなってるやつはほぼ見ないです。ぼんやり全くです。予定はこの後峠登って湖の全景を写真撮って、昨日ちょっと曇ってたんですよね。今日は一日晴れなんだっけ。またちゃんと予報見てなかった。あ、GPS つけなきゃ。頭上落雪注意。一日中晴れです。あ、新種ありがとうございます。あ、FM入りするかな。ニコム生がない旅は、この間1年前の青森で豪雨に降られながら放送なしでやった時には楽しかったです。やっぱ放送は旅行の楽しさを噛み締めるためには、そうそう、人に伝えたり残したりするためにやってるんですけどね、これ。じゃあちょっと、FMLE にしてみます。少しお待ちください。下156156。よし、噛み締める。あれ、行かない。ああ、プライマリーサーバイが出るようになってる。FMLE 死んでました。通常配信です。で、あれ、上り速度が上がらない。あれ、もうまた来てくれた。上り速度が上がりません。速度が上がりません。進みます。よし、消費してるのが全くですね。誰さっきこっちじゃなくて、あ、でもこっちから行ってもいいな。いや、よくないか。いや、いや、ダメですね。
早い。移動すれば変わるかと。移動してどうかな。うん、声だけですよね。今ちょっと来た道とはほんの少し別ルート通って、北海道あれは単に帰省される前、初日頃、まだその帰省される前だったからじゃないのかな。帰省っぽいですよね、動き的に。うん、声がだいたい60前後の60キロ BPS ぐらいの転送速度だと声だけになりますね。あっちが小学校かな。いや、あれ団地か。お、充電スタンドがある。車のアスファルトですか、今映ってんの。電気自動車充電スタンドがこんなとこにある。さすが観光地、いろいろ設備は更新されてるんですね。よっと。九州2年前、あれ3年前、津軽。1秒1コマという設定は、ん？ツイッター、今日はツイッターまだ上げてないです。朝ごはんだけですね。放送中にツイッター送信すると放送が止まっちゃうんで、国民宿舎ももうやってないな。国民宿舎十和田温泉っていうところもシャッター落ちちゃってます。もうこれはだいぶ前に閉まってそう。ロボさん、今日もおはようございます。おはようございます。どっちから行ったからいいかな、これは。自動車はバッテリーの寿命が1年、そんな短いんですか。おはようございます。あ、おはようございます。ちょっとそっち側の道通っていきたいな。なんか無駄なことやってる。1秒1コマ良さそうね。1秒1コマって FMLE は設定はあるか。一応そういう設定可能か。電気自動車、鉄腕出してそういうのありましたよね。こっちから、あ、さっきのガイドさんが今な、今月 Wi-Fi というか、まあフォーマの電波を使いまくってます。うん、あー、もういい匂いがし始めてる。え、来ました。嘘、なんで。よくわからん。なんでだ。なんでだ。基地局が変わったのか、さっきのが規制じゃなかったのか。JR バスの店だ。 JR ハウス十和田、十和田湖観光センター。ここもダマコ餅、ダマコ餅。ここはやってんのか。遊覧船乗り場。死んでる。あ、電波は？あ、画質今相当画質寄りにしてます。あ、もうちょっと画質落とすかな、コマ数のために。なんでだ。この辺が一等地なんですかね。あ、トイレどっかなかったかな。まだ我慢できるけど、できれば入っときたい。十和田銀座なのかな。もう10時過ぎましたね。電波の動きがよくわからない。
というわけで予定ルートに復帰。赤とんぼって何か今ありました。湖畔の宿、なごみ。3本目の電柱がトイレです。ん？3本目の電柱？銀座。キャンプ禁止だ。こんなにキャンプし、あのキャンプにベストな場所に見えるんだけど、キャンプできそうと思った瞬間にキャンプ禁止って書いてあった。ここはキャンプ場作ったらいいのに。ああ、この辺りトイレありそうな気がするな。喫茶店があって十和田湖コーヒー物語、バーベキューガーデン、あ、また電波ダメか。あー、ここもやってないな。潰れた宿が本当多いですね。プラスエリアの速度は十分足りるはずなんですよ、ニコ生には。風冷た。なんか嫌な音がしてるな。私も死なないリーマンですが、20年前から、ああいう宿ですか、そんな前からツイキャスはしてないです。パソコンからでもツイキャスできるのかな。うん、今走ってます。見えないと思いますが走ってます。嘘じゃないです、本当です。ブックからガソリンスタンド、まあとりあえずどこかでまたポトファイ再起動しますかね、数分だけ見せるために。寒い。だから熊出没注意の看板が結構多いです。軽自動車、あとは再接続したら1枚だけが行ったりするんですけどね。でもたまに再接続しようとするともう二度とつながらなくなったりするからナイスか。
ここガソリン屋なのかな。この景色見せられないなんて。北風か。まあ北には向かないんであんまり。横風になるのかな。西に向かいます。トータルとしては。自転車で逃げても追いつかれるからね。お？クマ。まあ、本来こういう気温なんじゃないですかね、ここは。今の時期だったら。何も落ちてないよな。スタンドの人がずっとこっち見てる。どこっち見てる。再接続してみるかな。体が結構空気が冷たいです、再接続してみます。うん、やっぱりいらんことしたかな。ことだったかな。このつながらなくなる現象もよくわからない。待機が狭いだけの問題じゃない。高い。てかツールがやっぱりなんかちょくちょくハングするな。3本です。よいしょ。確か。ちょっとペットボトルが1本間違ってこっちに入ってるはず。これは途中で食っていくかな。まあ、朝ごはん頼んだのに間違って朝ごはん用に買って、あ、来た。放送ありがとうございます。こうこれで、あれ今言ってますかね、声。一枚絵が言ったらいいと思うんですけど。爆笑トーク。ちょっと今、道端の、廃屋の入り口のところに自転車を置いて、あ、声。映像一枚もいかないですか。あ、いや、来始めた。流れ始めた。流れ。あ、来ましたよね。紙芝居。ちょっと画質寄りすぎるんで、こんぐらいかな。こんなもんで。かくんかくん。うん。よし。ちょっと今休憩がてら、今、休憩がてら、配信チェックがてら、止まってました。この朝ごはん、間違って朝ごはん用に買ってしまったやつを少し補給に食べながら行こうかなと。ケーキ。大きなクレープ。大きなクレープ言い過ぎ。
大きなクレープケーキ言い過ぎ。おはようございます。ちょっといただきます。うん、昨日の朝ごはん用に買ったやつなんです。うん、まだ、うん、わかんないですね。なんでまた復活するんだろう。うん、甘い、甘くて美味しい。うん、うん、うん。ん？何を持って帰る？あ、どん兵衛。どん兵衛。あ、リンゴ。うん。今、この木陰の道を走ってくるそうですね。結構寒いんですよ。で、生クリームと、なんだろう。最高ですね。スポンジに栗の粒とかぼちゃんをサンドしました。なんとかのタレ、実はまだ入ってます。野菜炒めるときに使えるかなと思って。うん。なんの並木？リーン。甘い。でも朝ごはんも結構食いすぎてるし、今回の旅行も食いすぎですね。うん。あ、九州。3分の1ぐらい食いました。甘くて美味しい。うん。で、昨日、ありがとうございます。で、昨日、私はこれは今のところなかなか合ってますよ。スポーツアラーっていうメーカーだかブランドだかのジェルフローっていう名前のサドルですね。いや、スポーツアラーがサドルメーカー。ん？朝ごはんいただきました。2000円の宿に400円の朝ごはんなんですけど、400円じゃないよな、あの朝食。サドルは真ん中へこんでます。朝ごはんあれで400円、あれで400円ってのはすごいよな。あそこ元民宿で今バックパッカーズインに変わってるらしいので、あれでは安いですよね。もちろんあの松屋とかの定食とかと比較したらあれなんですけど、宿で400円であの朝食っていうのは考えられん。ん？硬い。ああ、そうですよね。なんかロードのサドルは硬いのが、硬いの使ってる人多いですよね。応援、うん、ですね。尿道痛、私の場合は何だろうな。真ん中が圧迫されて痺れたり痛くなったりしないようにっていうところが大きいかな。今日はちょっと弘前まで行くんですけど、どうしようかまだ迷ってます。当たり前というか当たり前以上ですよ、あれは。すごいですよ。5日間、自炊したっていうなんかブログかなんかあったんですかね。はあ、いいでしょう、ここ。今ちょっと体温まったから楽になった。弘前行ってそこでどっか公園探して野宿するか。あそこ道の駅ないんですよね、弘前の周辺。結構離れたところにしかない。ああ、地はあまり聞かないですね、この天気で。ですよ。あ、自炊。楽天トラベル、私がジャランで見た絵よりもだいぶ違ってましたよ、部屋の様子。お疲れでしたね。あれ、いや、一周したいです。北側のあの山の上は登りたくない。キャンプですね。朝3時のツイート謎です。寝ぼけてあんなことできないと思うんで、乗っ取られてるのかな、誰かに。といっても私の使ってるパスワードはそう簡単に破れると思えないんだけどな。総当たりじゃない限りは推測できないはず。で、何が写ってた写真はネロさんで、あの写真自体投稿してるのは何年か前のはずなんですよ。 iOS のウイルスか。なんでしょうね。園長、ハッカーが
あ、うん、そうですね。ダイレクトメッセージでよく来る、ああいうのは開いたことないです。ありますよね。で、乗っ取られて、またダイレクトメッセージで誰かに伝わっていくっていう。写真はパツキンの人が向こう側に写ってるやつです。パツキンの人の写真です。うん、あ、すいません、聞こえなかった。あ、編集動きましたかね。うつむき加減のパツキンの人が写ってる写真でした。あともうちょっと誤解を招くような言い方できないかな。調べてください。志村さん、どなた、それも生主さんの有名な人なのかな。あ、おはようございます。なんか自転車がカキカキ始めてる。この旅行の初めのあたり静かだったんですけどね。さて、まだ映像続いてんのかな。そうですね。あれ、ツイートピークの投稿写真、投稿日時、あれ私は何だか分かんないんですよ。ふう、ベアリング、おいでキャンプ場、生でと書いておいでキャンプ場。クリス、カチカチなんていうのがペダルのとこ、ペダルなんだかクランクなんだか、あとはフレームなのか分かんないんですよね。でも多少のカチカチ音は鳴るものですよね。あ、もうやっぱ止まってるか。オイル持ってきたの、そういえば刺すの忘れてた。今チェーンのサイドがちょっと錆びてきてるんで、この間雨にちょっと当たったし、止まってますかね。BB 緩んでるかどうか触ったり聞いたりして分かるもんですかね。やった、そうそう緩むもんじゃないと思うんだけどな。あ、キャンプ場あったんですね。あ、普通に環境省のおいでキャンプ場。やった、そこは GoPro は動いてるな。もうすぐあの八ヶ峠に登る入り口に着きます。あと1キロちょいかな。そこから母言いながら登って、八ヶ峠から十和田湖を見ます。音をできますかね。多分旅行中にはどうしようもないと思います。店に持ってってもこの手の音の原因究明って難しいですよね。私はもう途中からマウンテンバイクの時の前の古い方のマウンテンバイクの時なんかは気にせず使ってました。悪化しなかったんで。で、最後になんかすごいギーギー音が鳴り始めて、今までの音と全然違うと思ってたらフレームにひび入ってました。1キロぐらいですね。そこから上りです。
ブナの木ですか、この辺りのこの並木道というか。なんとなくこういう木に覆われた湖沿いの道っていうと屈斜路湖畔とか思い出します。渓流行きました。曇ってたけど綺麗だった。でも今日はもっと綺麗なんだと思う。よし、分岐来た。峠越えて下っていくと八幡平なんですね。車、大館和の八幡平。おっと、スパウェア、スパウェア、それは片言日本語まで再現しようとして、ハンドル、私の場合はガチガチギチギチ言うだけでしたけどね。オイラスケール綺麗でした。この木のトンネル、木のトンネル、ああ。オイラスケールも確かにずっと木に覆われてましたね。さて、分岐来ました。お、あれどうなってるこれ。よっと、うん、よそ見、ああなるほど、あれトイレかな。しかしこの辺りの建物もない、もうやってないのが多いな。あったトイレ。冬休みは年末に5日間ぐらい、26、27日ぐらいから取ることが多いですね。イストン、よいしょ。最近と繰り返しそうだから手元に置いとこう。トイレ行った間に移った時用に、
ほいほい。寒いとトイレ近くなる。まだ繋がってないか。よいしょ。復活した。一瞬だけかもしれない。一瞬だろうと思うけど復活した。今こういうとこです。どんだけ復帰するかな。また多分すぐ待機落ちるんでしょうね。痩せた。あれ、あ、また今こうしましたか。いや、さっきから出そうとしてはしてますよ。よっと、今から墓峠登る道です。ここ、今出します。これ登るときウィンドブレーカーいらなくなるかな。今寒くはないです。さっき走ってるとちょっと寒かったです。混雑、何なんでしょうね。今出しました。もうすぐ行くと思います。峠の山並み、標高差200ぐらい、30分ぐらいはかかるかな。もっとかかるかな。高村光太郎の乙女、あの2人いました。観光客のおっちゃんが、ここ1匹しかいなかっただろうって怒ってましたけど、それは田沢湖のことでした。ん？DC さんがどこの路線バス。さて、八ヶ峠登ります。よっと、止めよいしょ。今ここ OK。 おはようございます。八ヶ峠、初見峠。えらい短く書いてあるけど、標高差200あるから結構長いはず。スワンボートありました。乗らなかったけど。右下。なるほど。タスコ像は若干細めじゃなかったっけ。解決してません。謎です。で、ここも廃墟ありますね。これまた、こっちが北県側ですかね、今。路線バスだ、あれ。観光バスじゃない。後ろに路線バスって紙が貼ってあった。3キロ、距離は3キロですか？距離3キロで標高差200。もう止まったか。峠に着くまでは映像はそんなになくてもいいんじゃないかな。3キロ、標高差200だったら結構な坂ですね。
でも絶景、うん、絶景見に行こうとしてます今。30分ぐらい。箱の館は数年前に行った武家屋敷、桜の川細工、ガリザ乗り越えるというか、まあ、てっぺんまで行ってまた戻ってきます。ここのだって展望台電波あるかどうかそれを見てないです。場所的にあると思いますけどね。観光地だし見晴らしいし、見ました。あの大通りがあるんですよね。結構うるさいなこりゃ。どこだ？今ここ見てて、ストリートビューはないですかね。お、高架道路みたいになってるところがある。頑張ります。峠は3キロ。どれだろう。ギチギチ鳴ってるのが気になる。カラカラの方はまだいいんですけど、キチキチとカラカラはあのギーギー系のやつが怖いですね。ペダルかな。今ここはストリートビューがあれば森公園。ペダルは外れかかってないように見えますけどね。よいしょ。外れかかってはいないです。ちょっと今のうちにウィンドブレーカー抜いとこう。トンネル？チェーン切れかけてないかどうか見たことない。まあ車走ってる間はだましだまし行くという感じで、マイクも一緒に持ってってしまった。よいしょ。でウィンドブレーカーを後ろの袋の中に入れて、いやまだトラブルってほどじゃないです。音が鳴ってるのが気になるだけです。やった。湖がだんだん見えてきた全体が。
サドル、サドルからなってる感じは逆回転はならないですね。平地走ってる時もそんなならないんで、トルクをかけてる時だけだと思います。観光バス来るな。福堂に入りました。重い重い、20キロぐらい。電波ちょっと規制じゃないかと思うんですよ。そう、観光バスが結構通ります。チェーンリング、なんでしょう。なんかフレームっぽい嫌なとかするな。上り坂です。上り、重い重い。いや、ギチギチっていうのは大パン小さいやつですけどね。休憩します、します。バラ焼きのタレ結局持ってきてしまいました。まあなんか野菜買って炒めればまだ使うかなと思って。持つ場合はで湯が貸せる鍋だと思います。それ以外だったらまあフライパンなのかな。ガスはちょっとだけ。逃げか。溜まる。あと2キロ、まだ1キロか。やっと標高500。ってことは多分後半緩くなるタイプかな。これは珍しく、おかしいな。今福堂からトンネル入りました。音で分かりますかね。あ、ベアリング、そんなにザーザーは降らない、降ってるわけじゃなくて、全体が少し濡れるぐらいの降り方だったんですけどね。でチェーンに水がついて、チェーンのサイドが錆びてる。帰ったら556で溶かさないと。トンネル出ました。
あ、トンネルで切れてました。さにゃ、トンネルで今切れたんですね、多分。そのサイズ、まあゆっくり行けば、体重に比べれば誤差みたいなもんですから。このギーギーなってるの気になるんですよね。カーボンフォークはどうこうなったりするんだろうか。見た目でひびが入ってるかどうか見てみようかな。寝袋はまだある。片側通行青になったけどまだ遠い。ああ赤になった。早い。あと1分。いや、内側は錆びてないと思います。可動部分は今回落としていくようなのは持ってきてないです。あと40秒。古くなった箸を直しています。気温がでかくなってきてますよね。あと20秒。5 4 3 2 1、 GO! ウィリーさん、おはようございます。あれ、うん、あ、これか。もうあっちが入ってきたら赤いな、青になってるのか。1分以上経ったか。いいもの、ほら、どれだ。うん、工事中でした。片側通行になってました。1分交互通行。ここですね。脱走。ああ、だいぶ登ってきた。うん、そうですね、映像が止まってるから。さっきのあれ中山半島でしたっけ。中山半島の向こう側の湖の向こう側の部分が徐々に見えてきました。
はようございます。ガラくん、あ、絵が今工事中でした。寝袋、人型のやつかな。今560です。いや、下るの寒いと思いますよ。焼きそば、やった、よいしょ。やっぱカチカチじゃなくて儀の方はフォーク方面から鳴ってるように聞こえるな。いや、そうでもないか。ロケットみたいなやつだったっけ。展望台まであとぐにゃ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 5回曲がれば。もう11時だ。緩み音かな。フレームですよね。だからなるほど。今ここもっていうか、多分それはまた定期的に。今ちょっと止まって、今ここ出すために仕方なく止まりました。停止開始、仕方なくこちらお茶も飲もうかな。ふう、なんか美味しい。今ここは今出し直しましたけど、ふう、もうちょい峠、あと 2,30 メートルぐらいかな、標高差。お、え、来ましたか。来ましたかじゃなくて1枚変わったんですね。やっぱ遡ると暑い。全然寒くなくなった。電波悪い？電波じゃなくて、なんか規制っぽいような、規制されてるような、あの待機の打ち方してます。ポタワシ再起動すると最初数分は、うん、出しましたよね。最初数分は来るんですけど、そこからすぐまた声しか通らない、あの待機まで押してしまいます。日曜日はちょっと移動して宅急便で荷物を送って、で新幹線駅に、あの新幹線乗れるように、あのローカル線移動ですかね。
結局こっちからだと新青森まで出ないと新幹線乗れないですね。写真、写真か。それか青森空港かですね。11月までの株主優待券をもらってるから青森空港から帰るのもありかな。最後のカーブ、ハンガー、あのクランクと、クランクと前半分のどこかのような感じですよ。郵便か、帰れたらいいんだけどな、安いし。展望台までもうすぐですね。一応その後峠も見てくるかな。展望台、あの峠の少し手前に展望台があります。天気バッチリだ。郷橋、最近の製品の外側が見えてて、ふう、あそこだ、あの辺りだ。郵便、宅配便じゃなく、あそこだ、音がですね。何のベアリング、笑い声が聞こえる。おはようございます。おはようござい。電波は多分ポトバシ再起動すれば一時的にわー復活すると思うんで、おお。なんかフレームっぽい音でもあるんですよね。本当このカーブの内側、カーブの内側に展望施設がありますね。あ、展望レストランとかある。山賊か。よし、どっか自転車を置いて、八ヶ峠大地、こんにちは。ふう、今日はすぐ、あの、住んでるの横浜で、いや、そこから来たんじゃないです、あの飛行機でこっちまで持ってきてから、あの袋詰めするとタダで持ち込めるんですよ。さて、じゃあ見てきます。あれ待って、ポタファイどっち入れたっけ。ここだよな、よし。じゃあポタ、あれ展望台、これガラスの中からじゃないとダメなのか。ちょっとポタファイ再起動しますね。絶景ポイント、ガラス越しじゃなくて
生で見たいな。これ2階建てとかじゃないよな。おタファイ、また過去つけたこと言ってなかった。します。横浜青森の横浜町を勘違いされてます。根性がすごいよ。ログアウトしました。再接続を開始します。あ、なんか手すりがあるか、あれ上行けるのかな。なんか違う無線 LAN が見えてる。自動的にネットワーク捕まえなくなってるな。何だ。見てて。遅い。これから東映としての滝の沢峠か。繋がらん。動きがよくわからない。あ、やっと来た。遅い。展望喫茶、きりたんぽ。じゃないですかね。お、来た来た。よし、来ましたね。さて、電波が来てるうちに展望を見せないと。規制じゃないですかね。あ、これ鹿何村だっけ。秋葉街道のあの大鹿村だっけのあれと同じやつだ。日本で最も美しい村連合の方には今日行かないんですけどね。じゃあちょっとあの人がいるんで読み上げ小さくしてから展望を見せましょうかね。規制だと思うんですよね。やった。ここだ。下った。見てみますかね。ここだ。佐古市の人は観光客だと思うんです。あ、でも左右までずっと見えるわけではないんですね。これ柵の外行けないのかな。防衛マシンありますね。100円だ。絡まれるっていうか。あ、これ昨日ホテルでなんかホテルで受付してた十和田湖のグリーランドボートアドベンチャー。
なんだっけこれ。主の顔切らして、ちょっと小さく。道路の方どうだろう。道路だとちょっと木があるんですよね。ガラスがちょっと映り込むかな。まだ来てますね。ガラス前、あ、これなんかカウンターがあります。こんなの。戸惑う、綺麗ですね。でも思ったより全体見渡せるわけじゃないんですね。さっきのあの像があったのはあそこのとこですね。このところ、いや、これ FM エリアじゃなくて通常配信です。もうちょっと綺麗できますね。はい、こんな感じ。この辺り白い点が見えますかね。白い点、この中山半島のちょい先あたり、あれ遊覧船がこっちに向かって航行してきてます。誰かな、あ、見えます。締め入って展望台、なんかもう一個あるんですよね。時間あんまり大丈夫じゃないかも。まあ郵送してる飛び込みとかはできるかな。まあやってない可能性があるけど、お客さんが他にいないと。うん、あと2つ、なんか結構あちこちあるんですよね。うん、これガラスの外がですね、横のとこからなんか入れそうなんですけど、入っていいのかどうか。おっと、これここ、この隙間、人は普通に入れるようになってるんですよね。この柵の、さっき郵送してられるみたいです。屋上がないみたいなんですよ。これ階段があったりしないよな。 あった、危ない、見落とすとこだった。ナイスコメント、屋上コメントナイス。水深300メートル、おお、あれ？いや、まだ来てる。いや、大丈夫、大丈夫だ。おお。おお。あれ、繋がらない、パノラマが、パノラマが繋がんねえ。左から右にして、よっと、両手で持って、ああ、ちょっと白いな。繋がった。こうだは向こうの山か、あれか。あー、ダメだ、白い。こうかな。で、多分向こうの山が八甲だ。
と遊覧船の写真を。小田さんですかね。有名な銅像は見ました。銅像で見えてんじゃないかな、こっから肉感じゃ分かんないけど、どうだったか。酸ヶ湯温泉は行ってないです。あれ、これじゃない。どうかな。あ、これだ。どうぞ。見えてる見えてる。肉眼じゃほぼ見えないけど、デジカメ最大ズームでやったら映りました。結構付け根の方なんですね、どうぞがあるのは。よっと。あれ言ってますよね。あ、どうぞズーム。やっぱり100円必要だ。マジでか、笑。ん？スネーク。スネーク？ん？カメラを望遠鏡に。もっと。目の周りが細くなるよ。目の周りが。見えました見えました。双眼鏡。あ、そうだ。いや、デジカメででも、デジカメズームでしてもあれは映らないですね。デジカメでデジタルズーム最大にして映ったやつをチェックすると分かりました。まあじゃあどの辺りかだけ映しますかね。映したってどこか分かんないよな。乙女の像がさ、見えてました。まずフェリ、遊覧船がこれ。どこだ、この辺りか。これ。で、さっきの乙女の像があったのが、こう来て、あ、ちょうどもう一個遊覧船が移動してるあの辺りです。今ちょうど船先が乙女の像にかかった辺り。青森県です。あそこですね、さっき言ったのは。私が配信しながら行ったのは、そう、乙女を全裸像で、今船が乙女像の前通過して行ったとこですね。おっさんが、そうそうそう。で、よっと。この辺りが八甲田山なんですかね。この辺りの向こうに見えてる山が。そう、半島の向こう側見えるようになりました。ここまで登って。で、背中側は、なんか展望台他にもあるみたいですけど、ここより明らかに高い展望台ってあれか？あそこになんか小さい建物が見えてて、あれかな、もう一個の展望台は。そんな変わらんかな。ここまでよく登ってきましたよ。そんなに標高差大したことないんですけどね、疲れました。ん？背中側、目の前のあの建物が、左が峠の茶屋、右トイレです。ここ紅葉はあと1ヶ月ないぐらいで紅葉するみたいですよ。今寒くないけど、下ると寒いですね。ウィンドブレーカーだけで足りるかな。行きましょう。とりあえず八甲峠は行く。もう11時半近くですよね。昼飯は、
どん兵衛はある。どん兵衛とサラスパ、具なしサラスパはある。おでん、おでんか、おでんか、おでんはちょっといいかな。ちょっとそのおでんあんには惹かれるものがありますね。ちょっと待ってください、読み上げが小さいままだ。よいしょ。きりたんぽは売ってるけど、おでん売ってるのかな。豚汁、そう、その系統が欲しいですね。何言っています。失礼した。あー、でもなんかおばちゃんが表に出てるから、なんか勧められたら弱いな、そういうの。すいません。うん、カメラ頭についてます。レストランか。あ、そうか。よっと、焼き団子、味噌汁系はあるかな。よっと、よっと。あ、やってないな、調理場やってないですね。意外にレストランもあるみたいだけど。お、卵だ。うん、自転車ちょっとチェックしますか。燻製卵1個100円。あ、せんべいだ。汁せんべい150円か。何せんべい、何せんべい。結構量あるな。ですよね、あの丈夫なやつですよね。結構でかいな、こりゃ。これも同じせんべいですよね。こっちはあの味付いた、ええ、こっちが豆で、こちらごま。かな。お、おなし。これ全部一袋ください。せんべい買ってしまった。どんめに入れてもこれは柔らかくならんかな。今放送状態どうなってるか。ああ、ダメですね。せいかな。あと弓矢また接触悪い。来た。じゃあ、またはい、再起動。ロブスカ村みたいなとこだったら行ってみたいな。ロブスカ村
村秋葉街道のなんか山村民泊っていう農家に泊まるみたいなとこ、あの宿に泊まったことがあってすごく良かった。接続で延長やばいなっけ。再接続に成功しました。延長はできてますね。これ全然出ない。じゃ電車で来たんですか。はい、どっから今日は湖畔に泊まってたんですよ。で朝ここ登って、ね、でこれからの黒石温泉の方に行こうと思ってます。黒石、はい、この左上のところですね。はい、ねね、かわいい。あ、これ撮ってね、うん、すごいさ、どこから来たんですかね。まあ、住んでるの横浜で飛行機で持ってきたんです、これ。え、北海道に飛行機でこれ持って行って袋詰めして、で北海道ちょっと走ってから苫小牧でからこっち渡ってきました。だから苫小牧行ったら八戸に降りて。そうです、私は八戸から来たから。あ、2日前に八戸に着いたんですよ。ああ、そうですか。ええ、いやいや豪快な。で平日だけど朝一行って、ええ、城跡見て、で昨日はオイラセ渓流見てきました。ああ、オイラセ。昨日こもっててもったいなかったんですけどね。あっちの方から来て黒石って日本海を下っていくんですか。いや、今日は弘前行って、で明日は五所川原あたりで、明後日も帰んなきゃいけないんですけど。なんでかに飛行機で飛行機か新幹線かまだ決めてないんですけど、真ん中の下で帰ります。動きたいからね。仕事もそう忘れてました。やっぱり回帰復活しねえなと思ったら失礼しました。でもこれもしばらくの間ですね。じゃあ博多峠の方に向かいますかね。あ、一応今できてました。大丈夫ですか。で、マイク通る。できますね。あ、マイク離れてました。樹海ライン、こっちも面白そうだけどな。で今売店で買い物してきました。おでんとかはなんか売ってなかった。レストランはあるのかもしれないんですけど、売店に食べ物売ってなかったんで食べ物中華で、はい、これ煎餅汁のせんべい100、あ、自炊したいですね。煎餅汁のせんべい150円、軽いけどすごく多いです。これってプレーンで食えるんですかね。南部せんべい、南部せんべいかな。三戸で作られてるやつみたいです。これは鹿せんべい。普通にこのまま食えるんですかね。パスタの具にせんべい汁のやつです。汁せんべいって書いてありました。水飴を、ああ、ごまか。ごまのやつも売ってたんですよ、同じ値段で。でもプレーン買おうと思って。どん兵衛、どん兵衛につけた程度柔らかくなりますかね、これ。プレーンちょっと普通に食ってみます。青森、せんべい汁は重いですよね、少なくとも。あれ違ったっけ。あ、柔らかい。煮ても全然
全然溶けないから硬いかと、いや思ったら案外柔らかいな。でもですね、あの 塩だけ、味は塩だけなんですけど、あ、なんだ柔らかいな。うん、甘さはあまりないですね。うん、塩味。え、これ前食ったあのせんべい汁のせんべいと一緒かな。こんなん汁につけたらすごい柔らかくなりそうですけど、うん、まあ塩せんべいですね。普通に食える。うん、でも、うんうん、前行きました。あれは出雲大社でした。うん、まあこれなら消費できるかな。どん兵衛に、どん兵衛にこれで昼飯しますかね。で次は滝の沢峠っていうとこ、左上のとこのあれ越えて、あとはあれ越えてしまえばあとは今日下りだけなんですけど、あの銀歯が取れまして、詰め物が、あの歯磨いてたら、で危うくあの道の駅、出雲大社の道の駅のあの洗面所の排水溝の中に私の銀歯が転がり込んでいくとこでした。んやっぱり18番とは、うん、滝の沢峠越えていきます。とりあえず八ヶ峠行って、でまたこの道戻ってきて、やった。かわいいですか、かわいい。前とか美人だったな。やぶ、そうなんですか。やった。パスタバラ焼きのタレ。ああ、なるほどね。それもいいな。よく、いや、そんなに大した登りじゃないですよ、これ。私は歯入ってたけど、自転車乗りとっちゃちょっと登ってくるかぐらいのもんですよ。手なもんですよ。え、あ、なんて。あ、そうだ。ギーギー言ってるのがどこだろう。おおお、イオンの原因が、よっと。どうも、タイヤを膝で挟んで、あのハンドルをねじった程度じゃ 音出ないです。3キロ、いや、普通ですよ、そのぐらいは。油はあんまり。フォークにひびが入ったりっていうふうにも見えないけどな。うん、肉と玉ねぎ。玉ねぎはそこら辺で買えますよね。肉は昨日300円分ぐらい食いました、一気に。ペダルかなって。でもペダルは力かけないと音がならないんで分かりづらいです。止めた状態で手でどうこう触って、再現はできないですね。やった。じゃあまず峠まで。メリタゴは今回飛行機輪行でディスクブレーキのところが不安だったんで、置いてきました。ステムですか、それ前もやったな確か。このヘッドのところが怪しいって感じですかね。でもこのギギになってるのにステムのところ直に手で触っても音に合わせて振動は感じないですよ。店なんかありましたっけ。早い方。虹の湖、虹の湖っていうのはどこですかね。あれか、あの黒石温泉郷のとこですかね。カバンにそうですよね。